原小学校で11月16日、山口松田の社員による出前授業が行われました。5年生43人が自動車の製造工程を動画で学び、工程に並んだ同社の車に試乗しました。営業スタッフによるタブレットを利用した模擬販売など、納車までの各段階で行われる仕事を学びました。で、まずは、山口松田の会社の紹介からしていきたいと思います。社会科の授業で講師を務めたのは、同社宇部港南店営業スタッフの石田隆さんと伊藤敦さんです。車の製造に関するクイズを織り交ぜながら、同社の取り組みや自動車の製造工程を動画などで説明しました。まず、レノファ山口の、オフィシャルトップパートナーという形で、ユニフォームの後ろの背中のところに山口松田という形で、パートナーとして、ユニフォームサポートパートナーとして、一番まあ身近なところかなと思います。どうして、どうしてカットですか？やっぱり塗られる前はシルバーの色だった。すごーい、すごーい、なにこれ、柄じゃん。ガリとかを当てて、ケンさんは工程での試乗会では、4車種の乗り心地を、ドアの開閉やハンドルを握るなどを思い思いの方法で体験しました。普段は触ることのできないピカピカの新車に触れ、自分のお気に入りを探していました。試乗の後は児童の代表が希望の車種を決め、営業スタッフによる模擬販売が行われました。モニターに映し出される見積もり価格に全員が注目し、色やオプションの選択一つ一つに歓声を上げながら、販売店の仕事を学びました。小郷春樹くんは、試乗もできてとても楽しい授業だった、乗り心地が良かったと話しました。車買うときには、いろんな税金とか初期費用っていうのがかかるんですけど、